アグジュリですと、ありがとうございます、ナナです。え？そんな感じで始めるの？うん、果たしてナナさんと、はい、初めてのコラボということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これ見てる人からしたら急に何ってそうねなるかもしんないんだけど、うん、俺一回でインスタでは出したの、一、うん、回もう見終わしたの。あ、最近仲いいよっていうのは。あ、じゃあ知ってる方は知ってるのね。うん、ちょっといきさつから話っていいですか？ね、確かに混乱しちゃうと思うんで。そうだね、あの最近ね、もう今回日本帰ってきた時に、うん、まあ、奈々ちゃんの方から連絡があって、うん、ちょっと見てくれてたんだよね。うん、ファンです、普通に。もう すごいよ、それ。うん、ノーブルマンもちろん初期からずっと見てるし、ノーブルマンの方をもちろん、デリファも見てるし、コ、うん、ちゃんも見てるし、普通にファンだから、なんかこう人としてすごくずっと興味を持ってたの。この人すごい人だなって、すごい天才だなと思ってた。そんなそんな。そうだから、もうぜひとも一緒にやらせてもらいたいなっていうのはずっと思ってた。で、奈々ちゃんが最近 YouTube を始められたんですよね。はい、ちょっと普通に俺いつも通り喋っていい？いいよいいよいいよ。なんか今日硬いよね。いやだってさ、急にさ、そうだよね、皆さんね、奈々ちゃんとか言ってたらさ、そうだよね、すごい生意気なやつになっちゃうじゃん。いや、そうだよね、そうだよね、うん、最近知り合ったんだけど、プライベートで結構まあ遊んでて、1ヶ月も経ってないね。時間で言ったらそうだよ。すごいよね。だけどちょこんなことすごい人気なん で, でびっくりしちゃって。バレてるよね。バレバレ、うん、私もだって陰キャレーダー発動したもん。多分属性一緒なんですよ。属性一緒一緒一緒だから、すごいグッと距離がね、うん、あと韓国のすごいコンテンツにお詳しいの、うん、大好き。うちらだから会ったらそういう話ばっかりしてるの。そう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 。でせっかくだからそれ出しちゃおうぜって、うん、そうなんだよ。めちゃめちゃ恐縮してて本当は最初。マジで。でもまあいや、でもすごい気遣ってくれてるなっていうのがあったから。気遣わなきゃやばいでしょ、うん、さすがに。ありがとうございます。さすがになんか ええへんな感じで言ってるからどっち？すごい。だって最初気にしてたもんね。なんかそう、あんなチンタじゃないっすからって、はい、ノーブルマンの方を見てみて超変な感じだけど、しかも家だし。そうなんだよ、今お邪魔してますね。ね、いやだからせっかくだからさ、うん、まああの韓国のねお話ししながらさね、うん、なんか軽くちゃちゃっとなんか作ろうかな。いいんすか？いいよ。お腹空いたでしょ。だってなんかめちゃめちゃ空いた、うん、なんか料理も得意だっていう聞いたんで一緒に作りながら今日は喋っていくっていう感じ、うん、ちょっとすいません、俺歯磨きしてきてないから臭かったらごめんね、なんか。はい、じゃあこれから作っていくんですけど、今日なんかチャパグリを作ってくれるみたいで、うん、すごいね、チャパグリとかもわかるんだ。チャパグリはね、さすがに。しかも簡単じゃん。なんかいろいろ料理とかもやってるんですよね。料理はやってるね。やってるけど、でも人並みだよ。全然食べるの好きだから。韓国料理とかも作れる。うーん、すごっ。あれ、スンドゥブ。あ、得意料理スンドゥブ。うん、スンドゥブはすごい作るね。まあ、専用の。いい女感出てるな。あ、専用のスンドゥブの。あ、本当だ。すごい、これ何するんだろう、俺手伝えることないよ。いや、ないよ。でも、肉は肉好きだっていうか、結構いい肉買ったよ。マジで？うん、ありがとう。そう、最近は、結構さ、パラサイトでさ流行ったじゃん、チャパグリ。はい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 、日本的に。はいはいはい、はい、で、その時はさ、そのパラサイトだとさ、おにちょっといい肉入れてみたいなやつだったでしょ。だから一時はあの、だから2年前、うん、ポンチュノの話しかせん。ね、そうね。好きでしょ。大好き。ポンチュノって言っちゃダメなのか。なんと大丈夫だよね。なんでなんかさん付けした方がいいのかな。そポンチュノさん、ポンチュノさん、ありがとうございます。絶対見てないけど。でも私も、はい、ポンチュノさんに会いたくて、うん、パラサイト、3回見に行ったんだけど、3回目は普通にネットで応募して、初めて人の、はい、完成披露試写会みたいな、試写会みたいな。目の付けどころが、まあ、これ後で話すんだけど、うん、本当にね、好きな映画の趣味一緒なの。一緒一緒。話したくなるね、ちょっとね。話して、まあ、まだちょっと早いね。やめとこうかっけみたいみたいだから。あ、そうだね。でもさ、いや、俺見守る係するから。でもお湯なるまで何もやることないのよ、はい、初コラボ。初コラボ。友達とはしてるけど、ちゃんとコラボしてほしいなと思って、ああ、初めて。
嬉しい、それは初めての男、うん、初めての男、うん、すごいね、なんかねめっちゃ K-POP 歌えるのでもやっぱね、リンクの前なんか緊張するわ歌ってる時、うん、だって韓国語がもうはっきりわかるじゃない、うん、でいつも友達の前だと結構ノリで歌っちゃって、でもやっぱあの K-POP は韓国語で歌いたいの、日本語で、日本語で出てる曲で好きなのはあるけど、 NCT のチェーンとかさ、うん、そういうのはあれだけど、基本的に韓国語で歌いたいから、しかもまあまあむずい曲いくじゃんラップとか入ってるやつさ、そうそうそう、あれ聞き込まないと歌えないっていうのを歌ってて、うん、結構この間サシで、うん、あれどこだっけ、カラカン行ったんだよね、うん、もうすごい変な感じだった肩背中とカラカン折るだよって大好きだからね、私カラオケ、ね、だからコロナ禍の前までは週3回は行ってたらしいね、うん、しかも大体少なくて4時間でもさ、歌もさ、うん、趣味も合うよね、そう、なんかアルバムの端っこの曲ばっかりだよ、黒夢とかもね、黒夢だった、黒夢や俺超好きだったから、そう、でもめっちゃ好きだったから、ね、で私も多分男性だったら黒夢、まあ歌、まあ歌う時もあると思うけど、うん、女で黒夢歌う人誰もいないから惹かれんだよ、芸能人の方がさ、最近 YouTube 始める方多いじゃん、うん、あ、そういう趣味あったんとか、うんうんうん、例えばあのガンプラね、うん、ちょっと聞いたもん、えみたいな、めっちゃ見てくれてる見てるよありがとうありがとう、あと、あつ森の、うん、ゲーム実況やられてるの見て、うんうん、俺最近だから、こちゃんでゲーム配信したの初めて、ね、初めてなんだ、ね、あれ初めてで、奈々ちゃんの見て、うん、あれ引っ張られたんだよ、あつ森で、俺も伸び伸びやろうと思ってそう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 、そうなんだよ、まあリクもさ3チャンネル持ってるわけじゃん、うん、その意識が違うの、みんななんかその今日はこのチャンネルっていうので変わるか、自然に、確かに、うん、だから、うん、あの衛兵の方をよく見てくれてる方には衛兵スイッチが入っちゃうのと、なるほどね、ノーブルマンの時はどっちかっていうとスーンとしてるから、うん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 、決まんないっていうか、うんうん、どっちで行った方がいいこれいや、ややこいんだよね、いや、今さらじゃない、でもね、うん、でもなんかすごいプライベートな感じ、でもこれがいつものリー君って感じ、私にとってはちょっと緊張してるけどね、今日、うん、してる、はい、いちごステーキ、4,508円、4,000円なの、あ、450円だと思ってた、わざわざ脂肪がそんなに高いって言ってたから、何がそんなに、そうだからなんかリアクションスッと思って、そうそう、450円だと思った、いちごってそんなすんの、するよ、しかも紀ノ国屋だから、4500円のお肉と茶パクリ、茶パクリをこのインスタントに、バランス悪悪いだよ、贅沢だ、絶対うまいじゃん、絶対うまいよ、冷蔵庫見ていいの、嫌だ人の家の冷蔵庫みんな好きなんだよね、いやちょっと、いやいや、何、腐った牛乳とかある、いや、腐った、あ、でも全然、いや、俺これ料理できねえくせにさ、邪魔してるダメな男じゃんよし、入れるか、いい感じ、いい感じ、これはもう野菜炒めのもとか、奈々ちゃん、本当にスタイルいいの、俺びっくりした、実物会った時、うん、初対面の時びっくりしたわ、結構なんか足が長いんだよね、一応また下は88です、はい、じゃあ完成しました、いやいやいや、普通にうまそう普通にってないの、やば、ほんと意識高い系なんかなっていう、偏見が先行しちゃってたから、そう、それすごい言うよね、意識高そうなんだもん、そう、ジムとか行ってそうだけど一回見たことないからね、言っていいの、そういうの言っていい、言っていい、いただきます、いただきます、いいっすか、自分ちょっと味見しちゃって、一丁前に、私はのりかけまだいい、うん、大丈夫、まずね、見た目は完璧です、いい店で出てきそうじゃんこの器に入れたらね、固めやすけっつもんね、うん、うまい、完璧、ほとんどこうね、この人も、うん、この人の力だけどね私の力ない、なんかごめん、うん、あ、うまいわ、味付け完璧です、多分味噌汁の力じゃない、きっと、
いいね、脂身が出てね。ね。マイルドになってる。うんうん。こうやってなんかダラダラ。あ、海苔入れるんだ。海苔入れる。もう、まあ、血のりないと。うん、かけてみる。いや、これやり始めたし、もう、がぜん食べれるようになった。うまそう。これさ、いつ何時もいけるよね。美味しいね。でしょ、うん、でさ、うん、ノーブルマンさ、一回解散したでしょ、うん、でさ、まあ、もう一回ちゃんと見てくれてんだよね。あの最後の動画さ、うん、切なくてよかったらみんながさ、一人ずつさ、車から降りていく感じ、うん、ねえ、あれ、切なテレビなんかちゃんと見てくれてちゃんと見てるよ、うん、さっきさ、あの、うん、パラサイトの話じゃないんだけど、うんうん、俺びっくりしたのがなんか映画をレビューをつけるアプリみたいな、うん、持ってて、フィルマックスね、最近教えてもらったの、うん、見てる映画の種類っていうかジャンルがドンピシャっていうか、いやマジで、ね、ビビったよね。ビビった。まずね、チェイサーから入ったんだよねって、そうなんだよ、出てびっくりしたの。俺チェイサーめっちゃおすすめしてたから、うん、であの手の韓国コンテンツを好きっていうのが、あ、もうコアだなっていう。そうなんだよ、ね、でもね、僕昔から言ってんのよ、うんうん、韓国のそのイメージってハンドラみたいなさ、まあそうだよね。しかも女性から見たらやっぱりそうじゃん、そういうちょっと最近見たらさ、イテウォンクラスとかさ、そっち系が流行ってるけど、ね、イテウォンハマった。まあまあちゃんと見たよ、面白かった。3回トライしてイテウォンダメだった。あ、そう、うん、あ、不時着は好きだよ、すっごい。あ、だけど不時着派ね。うん、でもイテウォンなんかハマんなかったんだよね。あれ原作が漫画だから、そうだから俺ら、うん、そのリアリティ系が好きなんだよ。うんうんうん、ドヨヨンってしてるやつが真骨頂だよねみたいな、うん、いや、ほんとそうよ、韓国ノアルね。だからなんか、日本だとノアルって何？ノアルってもう、そのヤクザとかそういう血ドロドロみたいな、はい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 、もうなんかあ、ノアルって言う派だ。みんな知らんかったじゃん今。だから容赦ないじゃん、本当に最後の最後まで、うん、悪いし、悪はもうずっと悪のまんまだし、なんか日本のだとこれはもう別に日本がどうこうってわけじゃないけど、ちょっとすこ救いがある感じになるじゃん最後。はいはいはい。なんかね、俺はね、犯人を実話を元にした話は、うん、なんか犯人を美化しちゃいけないと思ってて、うんうんうん、だってさ、トガニとかさ、うん、あと何、幼い受ける幼い依頼人だって。あ、幼い依頼人ね、うん、幼い依頼人とかさ、あれでトガニ法ができたじゃん。そうだね、あの幼児虐待だったりとかそういうものをかなり厳重に罰するっていう方がね、変わったりとか、結構だから映画から何かが変わるとか、うん、結構あるよね韓国は。本当にどうなのかちょっと分かんないけど、うん、韓国ってさ、台本をペラでさ、うん、こうもらってさ、日本ってさ、その本でちゃんともらったりとかして、で当日に割り本とかでさ、なんかこういう冊子みたいなのもカット終わったやつとかもらえるんだけど、結構さ、その場でバンバン変わっていくっていうじゃん。しかもなんかその話数が多いじゃん、ドラマとかって。だからなんかもうセットももう横にバーってずっとある感じで。本当に詳しいね。うん、だからなんか尊敬に近いかも、なんかリスペクトというか、うん、なんかその仕事をやってるからこそ大変なこと分かるじゃない。すごい、なーちゃんって本当に多趣味だけど、好きなものを語らしてる時すごい生き生きしてる。なんかごめん、なんか上からみたいな感じ。ありがとうございます。 K-POP は誰が好き？めっちゃ好き。誰が好き？あ、とりあえずBTS はアーミーだし、あのファンクラブ。え、アーミーなの？アーミーだよ。え、ガチアーミー？ガチアーミー。ファンだ、うん、だ誰推し？いや、もうね、いっぱい経てんの、もう120回ぐらい経て、入りは経たなー、120は経たなー、120回ぐらい経て、うん、でも最初の入り口は経て、うん、あー、経てなんだ、うん、それは、ね、顔はタイプが可愛い、ね、テテみたいなタイプが好きなの？いや、そういうことでもない、うん、そうでもない。で、120回回ったところで箱推しになったの、全員が好き。ほんと全員が7人がいないと BTS じゃない。友達もアーミーの子がいるんだけど、その子ともう 3,4 時間ずっと、結婚したらさ、うん、いやでも結婚、でもあの人結婚、でも友達かな、バカじゃん。そう、ずっと妄想してる。アミボムも持ってるよ、ちゃんと。おもろ。で、NCT も大好き。NCT も好きなの？大好き。NCT って誰推し？へちゃん。へちゃん、あ、俺結構へちゃんにって言われるんだけど。何笑っとんの？あ、ごめんなさい、何笑っとんの？言っちゃった。
なんか音楽性的なところでもさ、ナナちゃんも音楽もやってるじゃん、うん、なんかすごい見るとこが鋭いっていうか、アイドルっていうか形だけじゃなくて、うん、音楽性もちゃんと見てんだなっていう感じがしました。むしろ音楽性しか見てない。私だって今日さ、喋ろうと思ってさ、めっちゃ書いたらさ、ちょっと手汚いよね。こんなに出るでしょ、この映画だけで。すごい。好きな俳優は？いやでもな、ソルギョング、ファンジョンミン。あ、ファンジョンミン、ファンジョンミンが一番好き。え、俺もなんだけど。ファンジョンミンなんだけど、まあ、それは渡したくない。こちらこそ、あげれない、ねねね、譲れない、ね、ヒマラヤ見た？ヒマラヤ見てない。ヒマラヤ見てほしい。いや、それで言ったら、ユアマイサンシャイン見てほしい。あー、ユアマイ、あ、でも、あ、ちょっと、あ、でもラブストーリー見ないんだっけ？見るよ。俺最近は、あれ、工作。あ、まあ、工作ね。北朝鮮系なんだけど、わ、うんうん、かるわかる。あれ、豪華だったね。あれ、豪華だった。すっごい、全員見たんだ。もちろんだよ。悔しいな、なんかマウント取れねえ。ちゃんとカバーしてくる。ちゃんと見てるよ。でもファンジョンミン好きは本当に好きだわ。それは認めるわ。ファンジョンミン最高だわ。ファンジョンミンの演技いいよね。いい。なんかさ、砕けた、まあ基本的にちょっとヤクザとかね、やばい、そう、やばいやついいんだけど、でもすっごいいい人もできるじゃん。なんかその何でもなるじゃん。何でもなる。やばい。だヒマラヤは本当に見て、マジで。多分見たと思うけど、なんかちゃんと覚えてないな。あと凡人の作品ね。ね、これ前話したんだけど、うん、なんかパラサイトから韓国の映画をなんか評価されてさ、なんかこんななんだって思ったけど、いや元々ああだから。そうだね。どうなの、韓国の人から見ると、うん、ああいう世界観って結構当たり前というかさ、半地下、半地下な感じ。もう当たり前、うん、だしすごく身近、うん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 、なあるあるっていうか、なんか描写描写がすごい、うん、あ、そうだよね、こういう生活してるとこうなるよねっていうのが、うんうん、すごいリアルに描かれてる。あ、やっぱ絵が綺麗、凡人は。なんかこう、その外の背景からもなんか感じ取る、そのなんかこう思いだったりとか。そうね、ほんと趣味合うわ。合うわ。私ね、でもね、チェ・ユシクが好きなの。パラサイトにも出てて。ああ、そう、あのお兄ちゃん、素朴なね。そう、あの人の演技いいよね。ユシクめっちゃ好き。韓国のね、俳優さんそういう人が多くね。そうね、なんか顔に特徴があるっていうよりは、うん、そう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 。あとはなんかだんだんあの顔つきとか、なんかそのハマっていくと雰囲気がどんどん変わっていくの。だからなんかハジョンムとか特にそうじゃん、うん、すごい素朴じゃん。そう、ハジョンムの依頼人見た？あー依頼人見てるよ。見てる。もちろんもちろん。依頼人何点？なんだっけ、あー携帯ね、あの被告人の人が出てる。そう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 。私ね、なんか昨日ね、数えてみたの、韓国映画ね。2年で180本見てた。やっば。韓国映画だけで。だけで？だけで。俺も昔さ、アプリがこんなない時に、うんうん、ノートつけてたんだよ。で、自分で俺も点数つけてたの。うんうんうん。私でも結構低いからな。結構辛口だよね。辛口。の割にはスパイダーマン4だったけど。あれは嬉しかった。よかったもん、確かに。 3.3 3.3 って悪くないじゃん。悪くはない。奈々ちゃんの 3.3 平均だよね、うん、平均平均。これで俺大のんでん返しが好きなの。あ、うん、去年の1月に見てるね。で、これ見たやつね。これだって見て、一個一個さ点数ついてんの。こうやって笑ったよね、これ見た時。マジで。しかもさ、私の、まあ、ちょっと最近あれだけど、途中もうなんかノワールすぎて、韓国すぎて、もうブラックみたいなさ、なんかおどろおどろしいジャケットのここはちょっとディズニーだからまだあれだけど、大変は最近でもあんまり韓国の、わかる、ないよね。そうないよ、ちょっとね、ちょっとネタ切れ感あるよね、一瞬ね。そう、あのやっぱダーク系がね、あのさ、名前さ、ここら辺かも、めっちゃ多いわ。金の王者たち見た、見た、これ見てないもんね。え、マドンソク、マドンソクどう？マドンソク、マブリッチャー。マドンソクめっちゃいいよね。悪人で面白かった。なんか安心感、安心感。ね、なんかさ、韓国の俳優さんってそういう人多くない？この人が出てたらもう絶対平均点以上だなみたいなのあるじゃん。あ、俺10人の泥棒たちとか超好きだった。あ、好き好き。キム・ユンソク超好きだから。お、セブンデイズ。あ、でも 3.3 だ、うん、辛いわ。辛い4万悪くないってことじゃん、
うん、4めったいないじゃん、うん、奈々ちゃんの4を探したい。一番高いのも上高いやつ。かすいね結構。え、待って待って、5じゃん。ホームカミングのが上なんだ気になる、ね、かわいいのがさ、うん、かわいいのがちゃんと千と千尋も5なんだよね確かにジブリはもう、もうジブリはね、もうねもうつけるのもおこがましいじゃん。もののけ姫俺10回は見た。俺好きなやつアキラとか入ってる、うん、ここら辺も語れちゃうんだよ。アキラクソ好きだよ俺。このセブン、うん、このブラピのセブンも入った。あんまり私ね邦画見ないんだよね。邦画はやっぱりちょっと気になるしてか知ってる人ばっかじゃない、うん、だからちょっとなんかこう恥ずかしくなったりする。そうだね、うん、ねえこれちょっと今これ撮影関係なくさ、うん、ピカチュウ面白かったこのライアン・レイノルズ。俺唯一のダサ作なんだけど、私ピカチュウ好きだから。ああ、でもさあのピカチュウの可愛さでリアリティピカチュウどうだった。可愛い。どんな話かなんだけど俺ソーセージパーティー見たんだけど、俺も飛行機の中で見たんだけど超可愛いよね。超好き。変態じゃん。ねえ可愛いじゃん。でも趣味似てるでしょ。そう思うとどう。本当に好きなの似てる、うん。チェイサーシックスアンダーグラウンドマジでおもろかった。めっちゃおもろい。俺本当にライアン・レイノルズで、ライアン・レイノルズ間違いないよね。間違いない。新幹線どうだった。あ、好き。よかったよね。ゾンビ好きじゃないでしょ。そう、あんまり好きじゃないんだけど、うん、ね、パーフェクトブルー知ってる。アニメの中でまあ、アキラと春ぐらいこれが一番ベスト。めっちゃ鬱になるけどね。俺の好きなやつがこれ上位にいるのすごい嬉しいわ。アジョシどうだった。アジョシ最高。最高だよね。最高だ。イジョンボムが好き。だ泣く男とかさ、熱血男子、うんうん、男児とかさ、はい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 、最近だとネットフリックスでチョピロ。チョピロね。怒りの涙。怒りのチョピロのね。そうそうそう、あれとか、はい、この人の作品好き。ボンビンがかっこよすぎた。かっこよすぎた。かっこ、あれその前に母なる少年だっけ。あれ軍隊出てきてからが母なる少年か。その後か、女子。確か後だった。あ、だからそのさ、反動がすごくて大きくなってきて、ね、一回り大きくなってきて。かっこいい。自分の作品にも点数つけんの。つけない。つけないか。全く出してない。そっかそっか。はずいじゃん。じゃあ自分の動画に対して点数つけられないでしょあ、そういうこと。そういうことだよ。そういうもんか。はずいよ。神と共にも意外と好きだし。ネットで無理だった。そうでしょ。私もさ、こういう系ダメなのよ。ファンタジーっていうかなんだけど面白かったんだ。逆に勧められてんだ今はい、じゃあまあこんな感じで語り尽くしたともう止まんないんですけど。止まんないね、はい、またちょっと喋ろう。うん、うん、まだ韓国帰ってきたら、うん、ぜひぜひ。実際に行ったことある。もちろん、うん、あのピョンちゃんもオリンピック取材に行ったし、プライベートらしいね。そう、4回ぐらい。あの時俺も言ってたから、ね、あの時にいたんだと思って。そう、え、縁ですね、なんか、ね、美味しかった。チャパグリも良かった。ごちそうさまです。奈々ちゃんのチャンネルも概要欄に貼ってあるんで、はい、見てみてください。本当なんか いろんなことしてるから楽しいと思うぜひぜひ、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。